皆さんこんにちは、ラーメン YouTuber のカイトです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回ですけども、東京都豊島区の池袋駅から徒歩3分くらいのところにある味噌麺どころ田坂屋さんに行ってきました。田坂屋さんは味噌ラーメンの超有名店、東京都中野区野方にある味噌麺どころ花道庵さんで修行された方が独立されて2023年の3月にオープンしたばかりの新店舗です。またこのチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しているので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録をよろしくお願いします。それでは早速行ってみよう。こちらが田坂屋さんのメニューです。今回は味玉味噌ラーメンをお願いしました。卓上の調味料を確認しながら待っているとやってきました。こちらが味玉味噌ラーメンです。着弾した瞬間の第一印象は、修行先である花道庵さんを彷彿させるラーメンの具材構成となっており、かなり濃厚そうな味噌スープの上にはチャーシュー1枚、味玉、メンマ、注文が入ってから高温の中華鍋で炒められたたっぷりの野菜が入っています。修行先である花道庵さんといえば、私カイトが関西に住んでいた頃、東京ラーメン遠征に行く際に真っ先に候補に上がったお店の一つなんだよな、ということでいただきます。まずはスープから。花道庵さん同様に、レンゲを入れた瞬間にかなりのドロッと感を感じる粘度が高いスープは、一口食らってみると、動物系を中心にした粘度の高いスープに味噌の塩気や旨味、甘みが強烈に効いており、この味は花道庵さん、もしくは修行された方のお店でないと食べられない唯一無二のスープだと改めて感じる絶品スープ。他の味噌ラーメンのお店とは圧倒的な違いを見せるスープは、一口目からガツンと脳天にくるインパクトがある一方、味噌や豚骨の甘さなのか、スープに浮いている背脂らしきものの影響なのか、かなり濃い味であるものの、後味は重たくなく、レンゲを止めることなくぐいぐいとスープを飲んでしまう不思議な中毒性の高いスープでした。そんなスープを堪能したところで麺を食らっていく。麺は新宿だるま製麺さんの麺を使用されているそうで、もっちりとした食感の麺がドロッとしたスープをしっかり持ち上げており、完全に個人的な意見ですが、東京で味噌ラーメンの2大巨頭と感じるのが、花道庵さんの系列かすみれさんの系列のお店さん方なんじゃないかと思っていて、どちらの系列のお店さんも他では食べられない個性のある一杯を提供してくださりますが、この麺とスープの相性も例には漏れず、他の味噌ラーメンのお店さんではまず食べられない田坂屋さんならではの個性のある独自の組み合わせでした。濃い味好き、もっちりした麺が好きな方にはまず間違いないであろう組み合わせは、かなり圧巻のクオリティで、皆様にもぜひ一度味わっていただきたい美味しい組み合わせでした。組み合わせといえばこちらも最高で、注文が入ってから熱々の中華鍋で炒められた野菜は、野菜単体で食べても表面に絡まった油がいい役割を果たしており、田坂屋さん、もしくは花道庵さんに行かれたことのある方には伝わるかと思いますが、このシャキシャキもやしともっちり麺の相性やばくないですか？行かれたことのない方は、ラーメン大好き私カイトがおすすめする東京の美味しい味噌ラーメン5本の指に入るくらいかなり美味しい組み合わせなので、ぜひ一度行ってみていただきたい最高な組み合わせだと思いました。またチャーシューも花道庵さんの DNA を感じるでっかいチャーシューが1枚入っており、分厚さもしっかりあるのは嬉しいポイントで、一口食らってみるとジューシーな肉の食感を楽しめると同時に、適度な柔らかさもあり、肉肉しいんだけど柔らかいといういいとこ取りのチャーシューは、次回は味噌チャーシュー麺とライスを注文してライスをチャーシューにセッティングさせて食べたくなる最高なチャーシューでした。後半は卓上に置いてあったニンニクをスープに加えて、もともとかなりのパンチ感があるスープにさらなるパンチ感を加えたり、甘めの味噌が印象的なスープに一味唐辛子をブレンドして辛味噌ラーメン風にして食べていくのも最高なのでおすすめです。ラストはブラックペッパーで味付けされた、どこか富山ブラックラーメンに入っているメンマを彷彿させる塩辛さが光る麺も食らったり、やや濃いめの味付けが卵の中心まで染み込んだスープや麺に負けない存在感のある味付けの味玉を堪能していき、お店を出た後田坂屋さんの近所を歩いていると、かなり多数のラーメン店さんが出店されているラーメン激戦区エリアのようで、これは競争が激しいんだろうなぁと感じると同時に、その中で今後名店の一つになっていくであろう布石を感じるハイクオリティな一杯を最後の一滴までしっかり堪能していき、本日も大変美味しくいただけました。
かがでしたでしょうか。味噌麺どころ田坂屋さん、本日のまとめになりますが、スープは動物系だしをしっかり炊き出したどこか豚骨ラーメンかのようなとろみを感じるスープで、そこに甘めの味噌がたっぷり加わって、濃厚かつ味噌ギンギンという感じの強烈なパンチ力を感じるスープでした。麺はそんなスープの存在感に一切負けることない力強い太めの麺で、スープと麺との相性が抜群だったのに加えて、そこに野菜も加わると他のお店では食べられない花道庵さん出身店ならではの独自の味わいを楽しむことができ、麺やスープだけでもかなり美味しいラーメンですが、野菜が合わさることでさらに何倍も美味しくなる最高の組み合わせでした。チャーシューは大きめのチャーシューが1枚ドンと入っており、肉肉しい食感を感じながらも柔らかいといういいとこ取りのチャーシューで、今回はライスは注文しませんでしたが、次回はライスも注文して一緒に食べたいと思える美味しいチャーシューでした。ブラックペッパーで味付けされたビールのおつまみとしても美味しそうな富山ブラックを感じるような塩辛いメンマや、黄身の中心までしっかり味が染み込んだ濃いめの味付けの味玉も間違いない美味しさで、結論としては花道庵さんの DNA を感じることができたハイクオリティな一杯で、池袋で味噌ラーメンを探されている方にはまず間違いないクオリティのラーメンだったと思いました。今回は池袋駅の中でも田坂屋さんのある西口方面を撮影してきたので、普段なかなか池袋に行けない方はぜひ映像で旅行気分を堪能していただければと思います。最後にこのチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しています。大きな目標としてチャンネル登録者数1000人を達成し、その後北海道に味噌ラーメンを食べに行くことを目標に頑張っています。現在はその目の前の目標としてチャンネル登録者数700人を目指して頑張っているので、この動画を見てまだチャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録をよろしくお願いします。またコメントには基本的に全て目を通していて返信もしていますので、ぜひコメント欄での感想もお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。